ビタミン B6 についてなんですけれどもあのビタミン最初はですね内野ンから始まっていろいろ調べて内シンは B3 なんですが B6 というものが必要だというふうに調べて購入してまあ2週間ぐらい前からかな服用しています飲んでます、まあ。どんだけの量を飲むかとかと どんなふうに飲むかっていうのはあの個人差があるみたいなので、まあ、ちょっとずつ飲んで何もなければ増やすというやり方をしてるなんですがなぜビタミン B6 かというと、まあ、神経伝達物質っていう脳とか、まあ、いろんなのに使うこのセレトニンとかドーパミンそしてアドレナリンノルアドレナリンあと g a b a ギャバの。 合成っていうのを作るためにはビタミンが必要なんですけど例えばあの材料であるタンパク質からドーパミンができるでタンパク質からセレトニンができるタンパク質からギャバができるっていう時に B6 というのが部品というか補行素として必要なんですね。 で僕が双極性障害で鬱の時は苦しいしその時はっていうことなんでまずやる気が出ないのはドーパミン不足で幸せ感がないというかなんか楽しめないのはセレトニン不足でなんかムズムズして落ち着かない気持ち悪い感じがするギャバ不足とかもうつらい。 つらいのは、うん、とビタミン B6 が不足していてタンパク質をとってもビタミン B6 がないと結局合成できないということで、うん、とビタミン B6 を、うん、と摂ってます。でビタミンアカデミーというところで調べているんですけれども、うん、とメガビタミン B6 っていうのを やってみましょうという記事があったので,で僕はこの B6 を 50mg のやつを1日34回ぐらいです3時間とか朝起きる寝る前昼間に2回4回か5回ぐらいかなそんなに取って大丈夫かっていってもまあビタミンは水溶性なのであの尿で出たりするっていうことで別に体に。 たくさんのビタミンを取ってとりあえずドーンと補うみたいなメガビタミンっていうのでビタミン B6 を今飲んでますでちょっとまあそれに合わせて内野心っていうのも飲んでたり一個一個あるんですけど、まあ、これも一つ一つ僕自身の勉強なので記録に残しながらまたいろいろ覚えていく。 と思いますちょっと調べてみると難しく言うとドーパミンはチロシンエルドバビタミン B6 ドーパミンでトリプトファンと。 これは5のの HTP ってて書いてあるのかなビタミン B トックセラトニンセレトニンはメラトニンも関係あったと思いますけどグルタミン聞いたことありますねグルタミン3ビタミン b 6ギャバまあその元になるチロシントリプトファングルタミンの元のとこにタンパク質っていうのがあるのでプロテインをホエ栄プロテインを、うん、と毎日飲んでます。 まあそのプロテインもそのうち紹介することになると思います。まあ、こういうふうにあの、まあ、こういうのは分子栄養学っていうみたいなんですけれども、まあ、当事者の僕は自分のために調べているので真剣に別にこれを売ろうとか勧めている宣伝ではないんですけど。うん でどうだったああだった確かに尿がですねビタミンっぽい匂いはしますね毎日高級なおしっこが出てる感じはしますけどうんあとまず健康を取り戻すためなのでいろいろチャレンジしています。